今日はお越しいただいてありがとうございます。あ、こちらこそ。沙織さんが、はい、あの世界で初めてあの虫の居所の虫を体内でこう操れるっていう、はい、うん、操れるって言ったらなんか大げさですけどね。はいはい、うん、この虫の居所が悪いって どういうことなんですか。だからその分かるんですよね。こう、あ、これ違う、ここじゃないぞっていうのがなんとなくもう自分でコントロールできるっていうか、はい、ここじゃないよ、そこじゃないよみたいなのが分かって、今も実際ここにいて、あ、もう常にいる感じ。もうむずがゆいですね。今本当はもうこのインタビュー中なんでちょっと抑えてますけども、うんうんうん、本当はもう持ってきたいなっていいところにっていうのはありますね。あ、じゃあ常に体内にはいる感じ。いますね、いますね。を、やっぱ、その定位置に着いた時にこう怒りの感情が来るってことですか。まあ、自分の中で怒りっていうか、はい、生命って呼んでますね。生命、うん、あ、喜怒哀楽生命。あ、うん、自分の中ではこう生命っていう言い方してますね。だいたいいつ頃からその操れるようになったんですか。本当に2週間前ですね。あ、結構キンキンで、ちょうど B リアルを撮ってる時に。 B リアル、はい、ああのリアルタイムで写真撮る。そうです、あの内カメと外カメ同時、はいはいはい、あれ撮ってる時になんかあれってなって、私いけるんじゃないかって、あ、なんかそうだなって、そこで芽生えましたね、まさにリアル。ちなみにどういった感じで動かしてるんですかね。あ、実際見ますか。え、これ全部脱いで大丈夫ですか。いやいや、あ、そういうか、なんかこう分かるんですかね。あ、実際見せた方が本当見えるんであれですけど、まあそうですよね、ちょっとあれなんで。そんな実際に目で見えるもの。見えますよ、見えますよ。形状というか形はどんな感じなんですか。モルモットですね。でかっ。だから日本では虫っていう言い方をしますが、虫の居所なんで、はい、で海外とかも全然違いますね。あ、ペルシャの方とかではもう、ペルシャ、あの蜂蜜みたいな言い方しますね。蜂蜜の居所が悪い。はい、ペルシャの方では。ペルシャ、だからそれはもう国あ、まあ、国によって違うので、うんって感じですかね。動かしましょうか。実際、え、なんかこう準備とかいるんですか、その動かすのに。 そうですね、一応参拝はしたんですけども。あ、やっぱ神的なことなんですかね。そうですね、やっぱご先祖様とかにも一応お伝えしたいみたいなのはあったので、ご参拝をさせていただいて。じゃあ体調が良ければちょっと動かしていただいても、はい、立て大丈夫ですか。あ、もうご自身のスタイルで。Are you ready? あ、英語なんだ。 Okay? It's mine? Okay? 違う、そこじゃ違うって。もうちょい右、もうちょい右、もうちょい右、そう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 、ちょっと行き過ぎ、左、左、左、もうちょい左、そうそう、もうちょい左、そうで、上上上、もうちょい上、もうちょい上、激戦、下下下下、じゃけんな。うわ、入った。おい、虫の居所悪かった。取ってんじゃねえ。やばいやばい、取ってんじゃねえよ。すいませんすいません。あれ、やばいやばい、何取ってんだよお前。居所悪いぞ、じゃけんな。すいません沙織さん、回すな勝手に。沙織さんすいません、言え一言。すいません沙織さん、これあの虫の居所が悪くなってますね、これ。なんだお前。すいませんすいません、お前なんだお前。すいませんすいません、なんのかお前。すいません、あ、いいぞ。すいませんすいません、ざけんなよお前。これ対象を聞いてなかった、どうすればいいのこうなったら。ざけんなよ。すいません、あ、かゆいかゆいって。あ、今、沙織さん、すいません、今ちょうどこの辺ですね、さっきここだったんですけど。あ、今ここにいます。センターに来たらその虫の居所が悪くなった。センターとか言っちゃうともう命を狙われるので言えませんが。誰に。あの、今ここにいますね。あ、そうですか。はい、いやー、これやっぱ大変な。こ、あ、えー、めっちゃモルモットだと思ってたけど、意外と小柄だな。こんにちは。え、喋れるんですか。喋れますね。喋れるというか、聞こえる人には聞こえるみたいな感じですね。めっちゃ聞こえちゃってます。聞こえますか。はい、こんにちは。あ、こんにちは。三日坊主は、いつも三日坊主で終わっちゃうの。え、何がですか。自炊。え、あ、暮らしてるんだ、やっぱ体内で。この人の体内、一口コンロだから料理しづらい。あ、もう間取り決まってるんだ。二口コンロの人のところに行きたいの。じゃあ
そうですか。大丈夫ですか。はい、すいません、今日お時間いただいちゃって。いえ、あのまた、はい、あの進展ありましたら連絡先教えてください。はい、あの進化があったら教えしたいので。あ、またこちらからご連絡するんで。はい、すいません今日は。わかりました、ありがとうございます。また来てください。はい、まあ、言うなっつっただろ。